こんにちは、直樹です。今日はですね、僕の、神経ができているかできていないかの、ね、話を、ね、していこうと思いますが、その前にですね、私花粉症なんですよ。で、去年もね、花粉症でありましてですね、目の周りとかくしゃみがね、本当すごいんですよ。結構目の周りもかゆいし、くしゃみも出るし、鼻水も出るし、相当ね、花粉症が、まあ、ひどいわけでありまして、いつね、花粉症が収まるのかね、ずっとね、気になっていますけど、まあその話はね、また後でしようと思いますが、今回は、ね、まあ、進級の話についてです。先にね、発表に行っちゃいますと、私は4年生に、進級できました。はい、本当にありがとうございました。で、成績については3月24日に出ますので、そちらについてはね、また後でご紹介しようと思いますが、まあ、進級できたというわけでありまして、まあ、4年生に進級できてきたんで、結構4年生って今忙しいんですよね。例えば僕、実習ね、あるし、就職もあるし、そして、国家試験もありまして、この3大イベントが、ね、ありましてですね、非常にね、濃い1年間になっています。で、実習ですが、本来私はね、3年生の夏の実習にやる予定だったんですけども、体調がね、悪くてですね、まあ、実習までできなかったんで、まあ、4年生の夏にね、実習やるというわけでありまして、結構ですね、まあ、大変でありますけどもですね、なんとか実習をね、やってですね、それをね、乗り越えて頑張っていこうと思っています。就職活動ですが、私はですね、地域福祉についてね、実際に学んでいましてですね、まあ、どの分野でも学んではいますけど、私が実際に学んでいるのは、まあ、地域福祉行政の分野でありましてですね、そこではいろいろね、まあ、生活保護の、まあ、勉強だったり、あとは、まあ、地域福祉のなんか、例えば、なんだろうな、まあ、相談とか、そういったメインの諸々は勉強していてですね、それを、まあ、実習を通して、学んでいくわけですね。で、それが、就職の、活動の一歩手前っていうなると、で、まあ、自分がですね、どの場所に勤めるのか、どの企業に勤めたいのかっていう話でありましてですね、私は実際に地域福祉にね、学んでいますので、地域福祉に関する仕事についてね、つけていけたらいいなと思っています。で、結構ね、その福祉の仕事って、まあ、いろいろね、まあ、ありますけど、私は実際に介護福祉士の国家資格を持っていまして、まあ、介護福祉士の、まあ、仕事についてはね、ついてもいいんですが、私はなんかそれよりもなんか地域の SOS を、見逃せないように、地域の声を、まあ、聞いてですね、それを地域の声をもとに、何かしらですね、まあ、地域に、まあ、貢献できるような、まあ、仕事をね、つければいいなと思っています。続いて、国家試験の話ですけども、今年のですね、国家試験のね、の発表が出ていまして、そのデータをね、まあ、見ていこうと思いますが、社会福祉士の、まあ、データですね。で、今年の受験者数が 34,563 人に対し、合格者数が 10,742 人。そして合格率が 31.1% でありまして、で、昨年の、ね、データによりますと、合格率が、まあ、上がっていますね。うん。結構みんな勉強頑張ったんですかね。まあデータによりますと結構勉強したんでしょうね。社会福祉士の勉強って結構、ね、難しいんですよ。で、私、介護福祉士のね、国家試験の受験したので、まあわかりますけど、それよりも、まあ社会福祉士のね、まあ、勉強本当に難しくてですね、まあ問題数も、結構150もありますし、まあ時間がですね、220分かな、合わせてですね。で、結構ね、まあ大変ですので、結構ね、まあいろいろね、難しいんですよ。で、まあ、先輩の話も聞きました。で、国家試験の勉強をするには、やはりですね、国家試験の対策の、まあ、授業を、聞いてですね、自分が、どの分野を、まあ、集中的に やったらいいのか、で、わからないところを、先生に聞いて、まあ、理解するまでやるのかっていうのをね、先輩に聞きました。で、私はね、一応、介護福祉の、まあ、勉強もね、まあ、していましたので、傾向と対策はね、わかりますが、結構ね、社会福祉士の勉強ってややこしいんですよね、いろいろね。なので、それを、まあ、区別をしていってですね、勉強していけたらいいなと思っています。とりあえず今日はね、4年生に、まあ、進級できましたというわけでありましてですね、まずは一安心できました。で、あとはですね、成績についてね、もう少しね、まあ、出ますので、そちらについてね、もう少しね、待ってみようと思います。
はい。とりあえず私はね、4年生に進級できましたって受けてありましてですね、まあ、4年生になってからもね、これからもね、頑張っていこうと思っています。まあ、4年生になりますと、もう授業もね、そんなにね、ないですので、まあ、国家試験の勉強にも集中できますし、あとはまあ実習も頑張るっていうのと、あとはね、早くね、就活にね、取り組めたらいいなと思っています。はい。というわけで、本当に最後までご視聴ありがとうございました。4年生になってもね、頑張ろうと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。さよならー。